ある総合科学大手で国内3位。財閥系科学メーカーの中では機能性材料に注力。海外事業を強化し、海外在籍者比率が40%を超える。日経平均株価の構成銘柄の一つ。大手総合科学メーカー。山口県は基調で工場を開業以後、事業拡大、海外展開を行い、三井東厚化学と、 三井石油化学工業との合併を経て、1997年10月1日に三井化学となる。ペットボトルの原料である、PET ペレットやポリエチレン、ポリプロピレンの触媒など日常品の様々な原材料を市場に供給し、世界シェア1位の素材を多数有している。千葉と大阪にエチレンセンターを持つ。東洋経済振興社長。 総合職の平均年収が高い会社ランキング300で42位に選出された。三井科学岩国大竹工場岩国地区。三井科学岩国大竹工場専門家島工場は2017年10月末で閉鎖し、不創化学工業に上と2019年3月末時点での子会社及び関連会社数は157社である。 株式会社 MC ビジネスサポート平成30年1月24日付。ありがとうございます。